こんにちは、森本です。本日は楽曲制作の解説動画となります。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回はAbletonライブ11を使ってですね、テクノ系ミュージックの楽曲制作の方法をですね、解説させていただきたいと思います。まあそんなことをやっている私は誰かと言いますとですね、まあイギリスであったりとかスイス、ドイツなんかからですね、レコードじゃないですね、デジタルリリースなんですけども、楽曲をですね、リリースしている、アーティストとなりますって言ってもですね、まあちょっとしかやってないので、そんな偉そうなことは言えないんですけども、あとはまあ DJ とかも、都内でですね、定期的にしております。なのでですね、私のようにですね、海外からまあリリースしているので、まああの、なんですかね、ズブの素人ではないので、まあ私の解説動画はですね、ある程度信憑性持ってですね、聞いていただけるんじゃないかなと思っておりますので、よかったら最後まで見てください。はい、ということでですね、今回ですね、解説させていただく部分はどこかと言いますと、このハイハットですね、ここですね、ぐるぐる回してるところです。はい、こちらをですね、解説させていただきたいと思います。で、なんでここをですね解説させていただくかというとですね、テクノ系ミュージックのですね、なんですか、楽曲を作るときにですね、楽曲のスピード感とかですね、まあ疾走感ですね、そういったところを出すところであったりとか、気持ちをですね高揚させていく部分って、このハイハットの音がですねかなり大きな役割を担っているかと思います。なのでここをですね、詳しく解説させていただくことで、しっかりとしたですねテクノ系のですねドライブ感のあるトラックをですね皆様にも作っていただけるんじゃないかなと思っております。ではですね、今回、使うこの楽曲はですね、私が、イギリスの方からですね出した、放課後っていう曲なんですけども、これ結構ですね、あの有名な DJ の方にもこう褒めていただけたりとかしてたので、まああのここを使うのはいいかなと思って使っております。ではちょっと聞いてください。あ、すいません、これ聞くだけになってましたね。全体像でこういう感じです。このハイハットのチキチキチキって音聞いていただけてると思います。で、これをですね、ハイハットだけで聞いていくとこういう感じになります。で、こういう風に聞いてますね。で、ハイハットだけですという感じでですね、なっております。で、ハイハットの音はですね、ここにある通り、ハイハットのクローズドとですね、ハイハットのクローズド、これもう2つだけになってますけども、この音がですね、このリバーブ、ババババババって音が入ってるんですけども、これハイハットのクローズド、ブレードですね。で、下の方がですね、こうハイハットクローズド、アコースティックファストですね。これどこにあるかっていうと、11のですね、まあ持ってる人はわかると思うんですけど、このドラムのところのですね、これですね、ハイハットのこの中にですね入っております。ちょっと今こう閉じてるので見えにくいんですけど、こうやっと見えると思います。はい、っていう感じですね。で、このハイハットなんですけども、私が気をつけているのはハイハットの音をですね、まあ単音をですねこうシーケンスで細かく入れていって、例えば何ですかね、いっぱいシーケンスとしてチキ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 鳴ってるものとしたら、チキチキって言ってるだけなので、まああの言うだけあって、その16音符ですよね。16音符ですよね。1,2,3,4 の中に16個とかバーッと入っていくっていう音なんですけども、こうすることで、まあドライブ感出るかなと思って、まあそういう風に聞こえてたので、そのまんまですね、あのシーケンスで入れたらですね、もうなんていうんですかね、機械的すぎてですね、なんですかね、こうメリハリがなくて、まあそれはそれでいいのかもしれないんですけども、好きな人はいると思うんですけども、やっぱりその強弱がですね、ちょっとこう出にくかったりとかするので、そこで私がですね、おすすめするのは、さっきこの、音でもありますよね。このリバーブですね。だからディレイとかそういったところですかね。で、このハイハットの音、ここを選ぶとこういった音が入っているかというと、そういうわけではなくて、これはですね、こういう感じでエフェクターをつけております。これですね、エフェクト、ベーシックとかですね。をつけております。なので、これをですね、切ってしまうと、ここは、こういう音になります。これにですね、チャンネル EQ でですね、低い音を減らして、はいですね、こうちょっと、すっごいびっくりするが歪にしてるので、なんか、見るが人が見たら、下手くそかって言うかもしれませんが、まあ、それでも、かっこいいっていうふうにですね、褒められるので、まあ、結果オーライでいいのかなと思います。で、ここにですね、はい。
入っていて、ここに、まあ、原因であったりとか、あと、エコータイム。まあ、ここですね。エコータイムと、あと、リバーブとか、まあ、コンプとか入ってるんですけども、ローカットとか、ハイゲインとか、なんかいろいろあって、それを、足すと、こういう音になります。じゃあ、これだけをですね、ちょっと聞いていただきたいと思うんですけど、わかりますか？最初から、この、このチキチキってのはないんですけども、このリバーブとかを使って、タンタタ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 っていう、なんかこうアクセントをつけてるんですけど、これを、まあ打ち込んでいっても近いことはできるんですけど、結構、なんか、打ち込んでる感がすごい出るので、なんかこういうちょっと自然な感じが出ないので、まあ、強弱をつけるとき私結構好きなのは、こうエコーとか使ってつけることが多いですね。で、もう一つの音ですね。こっちが、シャッシャッシャッって。ここもですね、一応、こうエフェクターつけております。じゃあこれがないとどうなるかというとですね、こういう音です。これにですね、こういう音をつけて、こういう感じにして、でチャンネル EQ で、まあ、さっきと同じですけど、いびつなぐらいこうグーッと上げて、こういう音にしてますね。でこれだけで流すとこういう感じなんですけど、で、私、こう、結構、ハイハットを入れるときに、作るときに気をつけているのが、こっちのようにですね、ちょっとこう、主役級になる、目立ったアクセントとなる音を一つと、その後ろで、あたかもそのメインのハイハットが、こう、広がっていったりとか、残像を残しているように、聞こえるような、まあ、確実にそうなるようにってわけじゃないんですけども、近いようなニュアンスが出るような、こういうちょっとこう広がるような、広がるって言ったらあれですけど、こう、輪郭がちょっと一つにこうキュッてなるというか、もうなんかシャカシャカシャカってこうちょっと広がって聞こえるようなものをですね、ちょっとこう重ねるようにしてます。そうすることによってこういう、聞こえ方になります。これ全然違いますよね。こういうのと、こういうので、感じですね。こういう感じであります。じゃあこれをですね、さっき言った通りその全体で聞くとこういう感じになります。で、ハイハットがですね、こう疾走感に繋がるっていうことなんですけど、まあそれどれぐらい繋がるかっていうところをちょっとこう見て聞いていただきたいので、例えばハイハットがないとこんな感じです。まあ、全然悪くはないとは思うんです。個人的に。こう、自画自賛して、ちょっとかっこ悪いかもしれないですけど。じゃあ、これにハイハットを入れてみます。なんかこう、急かされるというより、急かされるというんですかね。なんかちょっと気持ちがですね、こう、なんか走るような気持ちになるかなと思います。で、こういうのがあることによって、例えば、これにキックがなくなると、で、このハイハットのですね、アクセントがしっかりしてると、キックがなくなった時に、そのキックのこう、ドン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 っていうその音、目印となるこのアクセントの部分がなくても、なんとなく、そのアクセントがどの辺にあったかっていうのは思い出せるので、こういう風にキックが戻ってきたりとかすると、よりこのハイハットのグルーヴ感とか、こう、重要さがですね、フロアにいる人がですね、再認識するんですよね。なので、DJ が曲を使うときに、ローをカットして、こう、ハイハットをちょっとこう、なんですかね、グイッとこう前に出してですね、アクセントに使っていて、で、ローを戻して、もう一回この大きな波を作ったりとかするんですけど、そういった時にですね、DJ がそういったプレイをしやすいようにですね、しっかりとこのハイハットでですね、かっこいい、走り感のあるものをですね、用意しておくっていうのがですね、重要かなと思います。90年代後半とか、まあ、2000年から2010年にかけてぐらいはですね、かなりハードなものが多くて、このハイハットがですね、めちゃくちゃもういろいろこう重なってますね。これに対してもう、こう、今こうかけたこの曲よりもですね、もう一つですね、アクセントの強いハイハットが入ってきたりとか、この上にライドがブワーッと入ってきたりとかして、よりですね、ハイハットでですね、グルーヴ感、疾走感をですね、もっともっとこう強調している時期があったんですけど、今はですね、まあそこまでの、時期ではないというか、そういうブームではないので、そんなハードなことはしてないんですけども、まあ、それぐらいですね、ハイハットっていうところがですね、楽曲のですね、まあ、ドライブ感とかグルーヴ感を出すのにですね、重要なポイントだったということをですね、ちょっと伝えたかったんですね。はい。というわけでですね、今回はですね、結構こうシンプルな、これを譜面をですね、見ていただくと、
こんな感じで、ここが普通だとキックがドンって入って、その後に3つの音が入って、ここドン、ドン。なんで、ここが、まあ、どっち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 っていうところの、その、ドとチの間に、ズッツッツみたいな感じで音が入っているっていうか、そういった形ですね。で、この音がですね、タンタラ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 っていう風な感じで、こう、リバーブ、がかかるので、まあそこでですね、音がですね、二つの音しかないんですけども、かなりこう、いろいろ音が鳴ってるように聞こえるっていう細工になってます。なんでシンプルなんですけども、シンプルでも、ちょっと疾走感が出る効果的な、作り方になるように、工夫して作っております。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと役に立っていただければいいかと思います。これを見てですね、なんかちょっとよくわからないというところがあれば、ぜひぜひコメント欄にですね、ご質問を書いていただければ、まあそれにですね、お答えする形でですね、また動画を作れればいいかなと思っておりますので、ぜひこれからもですね、応援していただければ嬉しいです。あとですね、チャンネル登録していただければ、こんな感じでですね、新しい動画をですね、作った際にですね、連絡が行くようになりますので、登録していただければ、すぐさまですね、こういった新しい楽曲制作の、裏技じゃないですけども、こういったものをですね、見ていただけるようになるかと思いますので、登録していただければ嬉しいです。それではどうもありがとうございます。